猿が現れたのは須賀川市の古館地区。昨日は住宅街の土手や屋根の上などでくつろぐ姿が確認されました。一夜明けた今日、近くの小学校では全校児童が教師が見守る中、集団で登校。外での活動についてはちょっとこれから検討したいところですけれども、下校面については、先生たちと一緒に安全を守りながら下校させたいなと思っています。昨日は半径およそ2キロ圏内を移動していたとみられる猿。屋根の上にしばらく居座られた住民は、遭遇した時の様子をこう話します。私と本当に近いぐらいですね。1メートル以内ぐらい。1メートル以内。結構大きかったです。結構我が子よりも3年生ぐらいの大きさはしてました。襲われることはありませんでしたが、2階のベランダではちょうどそっちのお家に上がってった時に、おしっこがあるのが発見したので、もうすぐ洗剤つけて洗いました。ちょっと大きめの猿なので怖いですね。川沿いを伝って山から住宅地に迷い込んだとみられる猿。その理由について専門家は、いわゆる離れ猿として一匹もしくはオスの集団だけで生活する、その過程で市街地に入ってしまうということは、これまでもしばしば見られたことであります。新しい群れがいないかなとか、もしくはどっかに美味しいご飯がないかなって探しながら気づいたら住宅街にいたという形になると思います。猿は人に慣れていくと行動がエスカレートし、凶暴化することもあるということです。今日も別の場所で目撃情報が寄せられ、地元の猟友会などが警戒に当たりました。近隣の住民の話によりますと、今日午前8時ごろ、あちらの栗の木のてっぺんで猿を目撃したということです。なんかすごい恐れだから、そしたらあそこにジェーンとしてこうやって俺が見てた。目撃されたのは山の近くで、猿はそのまま山に戻ったとみられています。はい、川沿いが整備されなくて林になっちゃったりしていると、はい、またそこで勘違いして生活で隠れる場所にもなってしまうということですよね、はい、で、こちらにですね、野生の猿がもし出没した場合の注意点まとめました、はい、意外に近くに猿はいるということも専門家おっしゃっていましたけれども、はい、まずですね、注意点、家の戸締まり、家に入られないように戸締まりを確認しましょう。猿は非常に賢く器用ですので、窓を開ける際はですね、施錠を忘れないようにお願いします、はい、そしてむやみに騒がないこと。猿を刺激するばかりか、猿がですね、人がいっぱいいるので逃げ場を失ってしまって、うん、そのまま住宅地に長くとどまると、そういったことでこう逃げず問題が長期化する可能性があるということです。で、あくびをしたりと可愛らしい姿も見えてましたけれども、うん、食べ物は与えてはいけない。そうですね、食べ物は人間の食べ物に執着する恐れがあります、はい、ペットフードなども外には出さないでおきましょう。最後に一人で行動しないこと。大勢いると猿も恐れるんですが、一人で食べ物を持っていたりすると奪おうとする危険があるため、集団下校などの措置を取りましょう。秋以降、野生動物の行動も活発になります。ご注意ください、はい。